1973年、熊本県で父親と病院を訪れた男児が行方不明になるという事件が発生しました。周辺を探しても見当たらず警察へ通報。捜査員や消防職員が町内を捜索するも手がかりを得られないまま2年経過したある日、両親のもとへ。お宅の坊やは私が車で引いて遺体を山中に埋めたという怪文書が届きます。差出人は不明。警察は道路交通法違反と遺棄事件で捜査しましたが、男の子は発見できず未解決のまま。手紙の内容は真実なのか、それとも誘拐事件に巻き込まれたのか。今回はわずかな手がかりから犯人を追った井ノ原修くん行方不明事件を解明します。まずは事件概要からご説明します。1973年7月3日午後3時ごろ、熊本県菊池郡大津町にある病院で隣接する菊陽町原水光団地在住の井ノ原修くん、当時5歳が行方不明になりました。修くんと父親は出産に備え入院した母親のお見舞いに訪れていましたが、父親が目を離した数分の隙に姿を消したのです。母親はちょうどその時診察中、父親がどのくらいの時間見ていなかったのか確認できませんが、見当たらなくなってから病院周辺の山林や川、用水路を探すも発見できず、5時間後の午後8時に警察へ通報。大津署員、高遊原消防署、大津町消防団員を合わせた40人で午後11時まで捜索するも手がかりは得られません。当日は白の半袖シャツに半ズボン、下駄箱に靴を残したままの状態です。翌4日午前7時から病院近くの用水路や町内を探すも発見には至らず、そのまま時間が過ぎた2年後の1975年6月16日午前10時、両親のもとに犯人から罪を告白した手紙が届けられます。それが冒頭でお伝えした内容で、詳しい告白は、2年前の雨の日、大津町内にある旧国道57号線で車がスリップし、お宅の坊やをはねた。当時19歳で免許を取得して1ヶ月、車も買って3日目で運転も未熟だった。親に叱られるのが怖くなり、遺体を3キロメートル離れた山中に埋めた。一度手紙を出そうと思ったができなかった。ご両親に対してただ頭を下げるのみ、と書かれてありました。手紙の消印は熊本県阿蘇郡阿蘇町内にある赤水郵便局。差出人不明ですが、封筒には TYCK というアルファベットを記載。宛先、宛名、本文には黒のボールペンが使われています。筆跡を変えたカタカナと漢字で書かれており、封筒と本文の紙は投函前に油へ浸した形跡も確認されました。これはおそらく指紋を消すための工作。本来であれば一般的な白いに十分とうですが、油へ浸したことで蝋引き紙のように黄色く変色したのです。そしてあまり報じられていませんが、1通目の手紙から2週間後の7月2日午前、2通目の手紙が熊本北署へ届きました。その内容は遺体を埋めた場所に関してで、大津高等学校の道を南へまっすぐ進み、岩坂の三つ角を左に折れ、右へ上がった杉山に埋めた。途中の農家でスコップを借りた、と記されていました。警察は手紙の文面から1973年6月に阿蘇郡で免許を取得、その後車を購入した人物を50人リストアップしましたが、該当者は見当たりません。では判明した事実から3つのポイントを検証します。1つ目は母親の証言。入院した病院は西村産婦人科、当時 JR 肥後大津駅近くに存在していましたが、現在は休業しており、地図上には表示されません。当時母親は修くんについて、裸足で外へ出る子ではない、注意しなくても下駄箱へ靴を入れる几帳面な性格、と証言しており、この言葉が事実であれば修くんは何者かに連れ去られたと考えられるのではないでしょうか。子供の性格にもよりますが、5歳児であれば幼稚園あるいは保育園に通っていなかったとしても、ある程度大人の話を理解します。外へ出るとき靴を履く習慣が身についていれば、裸足で出て行ったりしないでしょう。しかも当日は雨、980ヘクトパスカルの台風1号がフィリピンを通過、その影響を受け日本にも雨雲が押し寄せたことから、いくら水が好きでも強い雨の中裸足で外へ出るとは想定できません。
2つ目は病院と旧国道57号線の位置関係。旧国道57号線とは現在の県道337号線と県道30号線を指します。手紙に記された西村産婦人科は県道30号線沿いに存在しますが、道路からすぐの場所は駐車場で、病院自体は奥まった位置に建てられている。雨が降りしきる中、5歳の子供が道路まで歩いて飛び出す環境ではありません。絶対に行けない距離ではありませんが、待ち時間が退屈だとしても目的もなく国道へ飛び出すでしょうか。仮に車を見に行くのだとすれば、靴を履いて出るはず。比較的交通量の多い国道へ出たのであれば、目撃証言も寄せられます。ましてや裸足の子供は目立ち、親はどうしたのだろうと、通行する車の運転手も印象に残るはず。そういった情報は全く聞こえてこないので、やはり修くんは国道へ行っていないと断言できます。3つ目はスコップを貸したのか。情報によれば原水踏切近くでスコップを借り、1時間後に返したとされています。しかし警察が聞き込みを行いますが、その農家は判明していません。もちろん発表されないだけで確認できた可能性はありますが、この情報そのものが報じられておらず、農家は存在したけどスコップを貸していない、もしくは貸した人物を特定できなかったとも考えられます。手紙の内容は偽装されたのでしょうか。ここでは地理的環境から考察します。遺体を埋めた場所は 3km 離れた杉山大津高等学校の道を南へまっすぐ進んだ岩坂とは町内にある地名です。三つ角を左に折れ右へ上がった杉山というのは、おそらく県道145号線付近に広がる杉山のことではないでしょうか。そしてスコップを借りたとされる原水踏切近くの農家と遺体遺棄現場は約 6km 離れている。供述通りの道順であれば、犯人は県道30号線で修くんを跳ね車へ乗せた、その後に市へ約 3.9km 移動してスコップを借り、そこから南東へ約 6km 走った山に埋めたことになります。 Google 航空写真で見れば一目瞭然ですが、事故を起こした場所から無駄に移動した状態、気が動転していたといえば否定できませんが、原水踏切近くの農家にスコップがあると知らなければ、わざわざそこまで移動しないでしょう。なぜなら旧国道57号線、現在の県道30号線沿いで修くんと衝突して遺体を遺棄するのであれば、スコップを借りに行くより、そのまま南下して杉山へ移動した方が早く証拠隠滅できる。なおかつ遺体を遺棄しなければならないと考える人間が、他人と対面して道具を借りるのは不自然。犯罪者はなるべく人目を避けて行動します。遺体を遺棄するのは事故を隠したいから、それにもかかわらずスコップを借りるというのは整合性が取れません。しかも借りたスコップを返却しており、犯人は二度他人に顔を晒しているわけです。さらに農家だからといって必ずスコップを持っているとは限らない。たとえ持っていたとしても農業とは無関係の見ず知らずの若者に道具を貸すでしょうか。当日は雨が降っており、畑作業のできる状態ではありません。そのためどう考えても農作業では使わない。だとすれば何に使うのか、その理由を尋ねるでしょう。今から50年以上前になるため状況は異なりますが、原水踏切は JR 原水駅から東へ約250メートル、当時辺り一帯は田畑であまり人通りがなかったとしても、雨の日に若い男がスコップを借りに訪れた。その後貸したスコップが遺体遺棄に使われたとなれば、貸した住民はおろか周囲で噂になります。スコップの件は全国ニュースになっていませんが、地元熊本の新聞には掲載されており、その情報を全く知らないわけがありません。つまり手紙に書かれてある内容は全て嘘、犯人は作り話をしたのです。最後に犯人像へ迫ります。1973年7月3日は火曜日、行方がわからなくなったのは午後3時頃です。父親は自営業の寿司職人で時間の都合もつきますが、一般的にこの時間帯は会社にいる人がほとんど、想定するなら専業主婦や大学生、フリーターや自営業者、ただし会社員でも平日休みを取れる職種があり、職業から絞り込むのは難しいでしょう。手紙に19歳と書かれていましたが、内容自体が嘘と判断できるため、年齢も本当かどうか定かではありません。修くんが事故に遭ったとすれば、
誰にも目撃されず車へ押し込められたことになりますが、雨降りで人通りが少なかったとはいえ、バイパス開通まで主要道路として使われていたことを踏まえれば、対向車線を走る車に見られても不思議はなく、修君を乗せる際、車を路肩に寄せたとしても、この車は何をしてるのだろうと周囲の人は確認します。ところが事故の目撃情報は一切存在しません。雨で痕跡が流されたと考えても、何一つ残さず消せるでしょうか。このことからも事故は存在しなかったと断定できます。最も有力なのは母親の証言からイメージする誘拐説です。病院がどのような構造だったかわかりませんが、修君と父親は待合室、あるいは廊下で母親の診察を待っていたのでしょう。父親にとっては楽しみな第二子、待ち時間もそれほど苦痛ではありませんが、5歳の修君は暇な時間を持て余していた。父親が目を離した隙に、廊下の角を曲がって別の場所に移動。そこで何者かに連れ去られたのではないでしょうか。または興味本位で裸足のまま外へ出て、駐車場で誘拐されたのかもしれない。靴を履かず道路まで出歩くとは考えにくいですが、玄関からほんの少しであれば可能性もゼロではないし、人から見えない位置に玄関が設けられている場合は、そこで連れ去られたとしても気づきません。父親が周囲を探しても見つけられなかったのは、病院からすぐ車で連れて行かれたからではないでしょうか。もし事故にあったとすれば警察、消防、消防団員40人で捜索し、何の手がかりも発見できないわけがないのです。病院から直接連れ去ったからこそ、誰にも見られず誘拐できたのではないでしょうか。そんなことは起こらないと考える人も多いですが、産婦人科から新生児を連れ去った事件は今も昔も存在します。ただしそれは、自分の子供が欲しかった。という生後間もない赤ちゃんを狙ったもの、幼児を誘拐した事件は発生していません。もし修君のケースが当てはまるのであれば、日本で初めて起きたことになります。新生児ではないから連れ去りではないと判断することもできますが、事故や遭難の証拠がない以上、他に考えられる可能性は誘拐事件しかないのです。手紙の内容が具体的すぎるのは、犯人が熊本県在住の人間だからで、そうであるなら遺体遺棄現場への道のりを説明できたとしても当然ではないでしょうか。なぜ2年経って罪を告白する手紙を送ってきたのか。警察の見解では事故を起こした罪悪感とされています。確かに罪悪感を持っていたのはその通りでしょう。しかしそれは事故を起こしたからではなく、修君を誘拐したからで、2年経って手紙が送られてきたのは、その時点で修君が亡くなったからと思われます。犯人は修君を手にかけたのではなく、自分の元で育てていた。けれど病気や事故など何らかの理由で助けられなかった。そのため犯行を自供したような手紙を届けたのではないでしょうか。内容が真実であれば、せっかく遺体を隠したのに自らそれを打ち明けたことになる。この子さえ飛び出してこなければ、事故は起きなかったと思っていてもおかしくない。幸い誰にも見られていないから隠しておこうと息した。自分の保身に走った犯人なら、過去の過ちを手紙に書いたりはしないでしょう。手紙を書いたのは修君が亡くなって、そこで初めて両親の気持ちが分かったからです。犯人は女性、浮気や不倫の末に宿った命を諦めなければならなかった。もしくは待望の子供を残念ながら亡くしたなど、辛い過去を持ち、ふと目線の先に存在した修君を連れ去ったのではないでしょうか。ただしどのような事情があるにせよ女性の行動は犯罪。どれだけ謝ろうとも許されないのです。法の裁きを受けることなく逃げ延びており、その罪は重く消えるものではありません。この事件は手紙の内容には大が集中しますが、すべての真実が明らかになることを願うばかりです。井ノ原修君が発見されることを心からお祈りいたします。1978年、京都府でジョギング中の主婦が失踪するという事件が発生しました。帰りが遅いことを心配した夫は警察へ通報。女性が走ったと思われるコースで1リットル以上の血液も発見されます。人通りのない農道に点々と残された血痕と引きずったような痕跡。しかし行方につながる手がかりは得られません。さらに関連していると思われる2つの事件が注目され、共通点も見つかりました。彼女はどうなってしまったのか。
この事件の背後にある真実とは何か。今回は3つの未解決事件から犯人を追跡した宇治市マラソン主婦失踪事件の真相に迫ります。まずは事件概要からご説明します。1978年11月23日午後9時過ぎ、京都府宇治市牧島でジョギング中の主婦前田明子さん、当時38歳が行方不明になりました。帰宅しない妻を心配した夫が警察へ届け捜査された結果、自宅近くの農道で発見された血痕が200メートル離れた田んぼのあぜ道まで点々と続き、人を引きずったとされる痕跡と複数の足跡も確認されます。鑑定された血液型は O 型、流れ出た血液は1リットル以上と推定けれど、事故にあったという報告も上がっておらず、依然として本人の行方はつかめません。明子さんはジョギングが日課、いつも午後9時から約15分ほど走ります。警察犬を投入し、血痕が残された位置から彼女の匂いを追跡させたところ、隣にある未舗装の農道へ続いていることが判明。この農道付近では2ヶ月前から不審車両の目撃情報も寄せられていました。ライトを消したままの状態で車の中にいる一人の男、事件当夜午後8時40分にも会社員 A さんが駐車された薄い青色のギャランと思われる車を見ています。当時 A さんは車で農道を東へ走っていました。すると血痕が残された付近で西向きに止めた車を発見。農道は道幅が狭くすれ違うのもギリギリだったため、運転手の顔を見ようと減速したところ、車内には誰もおらず車だけが放置された状態。ただし後部トランクが開けられ、そこから毛布のような布がナンバープレート近くまではみ出していたと証言しています。しかし目撃情報から浮かび上がった容疑者はおらず、明子さん発見には至っていません。発生から45年以上経過し、発表されている情報はご紹介した限りですが、憶測も踏まえ事件の全容を考察していきます。では地理的環境から検証します。牧島は宇治市の北西に位置し、当時どのような環境だったか明らかではありませんが、町内を横断する京滋バイパスの小倉インターチェンジ開通が1988年、町内の至るところで開発が進む状態で、この事件を取材したジャーナリストによれば、現場は陸上自衛隊宇治駐屯地の近く、現在は宇治市五箇荘官有地と呼ばれる場所です。住所名が異なるのはおそらく、再開発に伴う区画整理の関係でしょう。Google 航空写真では確認しづらいかもしれませんが、宇治駐屯地の敷地は府道245号線沿いにある西門から東宇治中学校や東宇治幼稚園の前あたりまで存在し、周囲は一般人の立ち入れを阻むようにフェンスや塀に囲まれている。駐屯地の近くとはいえど、はっきりした位置は不明で、宇治茶を生産していた畑は住宅地に造成されている。残っている茶畑は存在するも道路は整備されており、彼女がジョギングしたコースは割り出せません。ただし農道に軽トラック以外の車が駐車されることはほとんどないので、事件当夜止めていた車が明子さんを連れ去ったのではないでしょうか。もちろん仕事帰りに車が故障したという可能性は否定できません。ですがそうであれば、運転手が見当たらないというのは不可解。開いていた後部トランクから毛布のような布が垂れ下がっていたことを踏まえると、彼女はその時点で手にかけられていた、もしくは危害を加えられ押し込められていたのではないでしょうか。犯行前だったと考えられなくもありませんが、後部トランクが開いていたのは荷物を乗せたから、明子さんを押し込めた時近づいてくる車の音が聞こえ、慌ててヘッドライトを消して身を潜めていたのかもしれません。そして目撃者の車が立ち去った後、改めて布を入れ直しその場を後にした。2ヶ月前から周辺で目撃されていたということは、あらかじめ狙っていたのかもしれません。他に有力な手がかりはありませんが、京都新聞は遺留品として靴下が発見されていたと発表しました。この情報も SNS から得られたもので信憑性は不透明。しかし大量の血痕や引きずられた痕跡を合わせると、紛れもなく事件に巻き込まれたと断定できます。京都府警はどこまで捜査していたのでしょうか。この事件から半年後の1979年5月23日、京都府長岡京市でわらび取りに向かった2人の主婦が命を奪われるという事件が発生しました。詳細は過去に挙げた
長岡京わらび取り事件の動画をご確認ください。そこから5年後の1984年5月15日、同じ長岡市内で一人の主婦が放火による火事で命を落としており、明子さんの事件を含めた3件は共通点や類似性も指摘されています。ではここから3件の接点を紐解きます。明子さんの事件と長岡京わらび取り事件の現場は直線距離で約 15km、 車で移動すれば30分程度です。そのため土地勘を持った同一人物の仕業ではないかと噂されますが、断言できるだけの根拠はありません。さらにわらび取り事件で亡くなった被害者の夫は国鉄職員、放火で命を奪われた女性の夫も国鉄職員、一緒にわらび取りへ出かけ、その時先に山を降りたから難を逃れたという話もあり、3件すべてに共通する主婦という肩書き以外に何も判明していないのが現状です。一件ずつ整理すると、明子さんを手にかけた犯人は事件当夜目撃されたギャランに乗った男。わらび取り事件では複数犯が取り沙汰されている。2つの事件は発生した時期や現場が近いだけで他に関連はありません。そのため犯人は別に存在すると考えられます。放火事件は発生時間と思われる前後、不審な2人組の男が目撃されている。そのうち1人は血がにじんだ布を右手に巻いた男。市役所前からバスに乗り、長岡京駅付近で列車した。40代後半ぐらいで作業服姿だったと。わらび取り事件の犯人とは年齢も違います。そのためこれら3件の犯人はそれぞれ別人と考えられるのではないでしょうか。ただし全て計画性を伴う犯行とするなら、一つにつながっているかもしれません。無論金銭目的ではなく怨恨。わらび取り事件の被害状況を振り返ると、猥褻目的も想定できますが、4人とも主婦であり、不倫の末の人情沙汰というわけでもないため、何らかの口封じだったという仮説は立てられないでしょうか。明子さんは日課としてジョギングをしていました。毎日同じ時間に出発し、近所のコースを走る。わらび取り事件の被害者2人は木曜日が休みで、水曜日に山へ出かけた。放火事件の発生は午後2時30分頃。被害者は回覧板を回す時も戸締まりしますが、事件発生時玄関の鍵はかけられておらず、家族が学校や会社へ行き、一人になった時間帯に襲われています。すなわち生活リズムを知らなければ実行できない。主婦であるということは夫が存在し、命を狙うには家族の存在が邪魔。始末するなら確実にターゲットを仕留められる環境を選ばなければなりません。犯人の動機と結びつく噂もお伝えします。実は体を売っていたのではないかと囁かれ、その手の組織とトラブルに発展し、暴力団関係者に命を奪われたという話が存在するのです。警察はある程度の事情を知りながらもそれを公表できず、普通の主婦が被害者になった事件として片付けた。明子さんの遺体が発見されないのもそれが理由かもしれません。しかし明子さんは失踪したまま、残り2件は遺体となって発見されていることを考慮すれば、彼女は別の単独犯。わらび取り事件と放火事件は同一犯で目撃された不審者の年齢層が異なるのは、見た人の心象による違いではないでしょうか。加えて明子さんは午後9時以降、2つの事件は午後1時から2時30分の犯行とされており、昼と夜で全く時間帯が違います。この時間に狙ったのは被害者の動向も関係しますが、犯人側の都合で自由に動ける時間帯がそれしかなかったからとも考えられる。いずれにしても家庭の主婦が事件に巻き込まれるという現実はそれほど多くありません。ましてや当時は高度成長期を終えた5年後、警察署長はわらび取り事件の発生前、長岡京市は都会と田舎が同居した町、繁華街に隣接して山があるから犯罪も起こる可能性があると述べており、この事件の1ヶ月後、市議会により防犯条例が施行されました。警察は長岡京市を盗犯重点地区にして治安悪化を警戒していたのです。このことからもわらび取り事件と放火事件は組織的犯行と考察できるでしょう。単独犯説を裏付ける手がかりもお話しします。現場に残された痕跡は、明子さんを車まで引きずった証拠、複数犯であれば持ってきた布にくるみ後部トランクへ運べるし、彼女の体格は分かりませんが、2人で持てば引きずる必要はないでしょう。複数の足跡を発見したことで混乱したようですが、
農道であれば農作業をした人物の足跡があって当然、その道を通っただけで犯人のものと混在したのかもしれません。点々と落ちていた血液から推察しても、一人で明子さんを運んだと受け取れます。今ほど科学捜査は発達しておらず、発見した時間帯が夜だったにせよ、目撃情報だけでなく現場で採取したであろうタイヤ痕をたどれば、車種以外にも販売店舗や販売台数、深く掘り下げれば所有者まで判明したかもしれません。アナログ操作の限界と感じられますが、一台一台調べれば後部トランクから彼女の痕跡も発見できたはず。任意操作になるため、無理やり開けさせることはできませんが事情聴取くらいは可能です。飛躍した噂が生まれるのは当時の情報があまりにも少なすぎるから、そのため同一犯による連続事件として騒がれていますが、3件全てが関連しているわけではありません。最後に一つ犯人像を検証します。この事件の犯人は犯罪歴のある不審者ではなく、ある程度の定職についている人物、ストレスを抱えた職場に身を置いていたのではないでしょうか。2ヶ月前から周囲に現れていた目撃情報通りであれば、明子さんを監視していたとも想定できますが、彼女には複雑な事情も浮かび上がっておらず、誰かの恨みを買うような素行も確認できません。犯人は連れ去ることができそうな女性を物色していた。11月23日は勤労感謝の日で祝日。偶然ジョギングしていた明子さんを見つけ、抵抗されたから手にかけた。翌日普通に出勤していたのかもしれません。あるいは3件とも根っこは同じと仮定すれば、彼女の失踪はいわば見せしめ、他の3人へおとなしくしていなければお前たちもこうなるぞという脅し。手口は異なるため実行犯は別です。ところが予想に反して従わなかったことで手を下したという説も成立しますが、3件を結ぶ明確な材料はないので、分けて考察した方が事実にたどり着けるのではないでしょうか。それがやがて犯人を追い詰め、全てを明るみにするかもしれません。この事件は多くの謎を残しますが、手がかりとなる情報が発表されることを願うばかりです。前田明子さんが発見されることを心からお祈りいたします。2002年、東京から北九州を結ぶフェリーに乗っていた男性が失踪するという事件が発生しました。船室に荷物が残されたまま、船を降りた確証は得られず、海に転落した形跡も見当たりません。財布の中から本人の字と異なるメモが発見され、家族や恋人にも告げず、何の目的で長距離フェリーに乗ったか判明していないのです。男性は自ら海へ身を投げたのか、それとも事件に巻き込まれたのか。今回はフェリーから忽然と姿を消した宮本直樹さん失踪事件の真相を追います。まずは失踪の経緯からご説明します。2002年2月28日午後6時ごろ、東京都荒川区に住む宮本直樹さん当時に15歳は、東京から福岡県北九州市の新門司港へ渡るオーシャントウ級フェリーを予約しました。その日の夜、以前から気になっていたインド料理店で恋人と食事し、普段と変わらず楽しい時間を過ごします。3日後の3月3日午後3時、父親に今日は夕飯はいらないと母親へ伝えてほしいと言い残して外出、そのまま行方不明になったのです。これが家族による最後の目撃で、ここからはフェリーの運航時刻や判明した事実からお伝えします。同日午後6時30分、東京都江東区有明にある東京港フェリー乗り場に到着。本人が片道切符の受付を済ませ、一人で乗船、車やバイクを同乗させたのではなく徒歩で乗りました。7時10分出港。携帯電話のパケット使用料がこの時間まで課金されており、その後に時間程度は通話可能で、午後9時頃に電波が途絶えたと考えられます。翌3月4日、兄が電話をかけるも留守番サービスセンターへつながったため、メッセージを入れました。午後1時過ぎ経由地の徳島港へ到着。約30分後、新門司港へ向けて出発します。翌朝、船内アナウンスで新門司港到着が早朝になるため、タクシー利用の方は申し込みをと案内されますが、直樹さんは申し込みしていません。3月5日午前5時、新門司港へ到着。全ての乗客が降りた後、船室に健康食品に関する本3冊、デジカメ、上着、下着、洗面用具、免許証、コンタクトレンズ、
メガネを入れたバッグを残し姿を消したのです。財布は2階の貴重品入れに保管されており、その中から現金2万千円とクレジットカード3枚、ビデオカードやメモが発見されました。メモの内容は不明ですが、本人が書き残したものではなく、フェリーでは通常アナウンス案内になるためスタッフが渡したものでもありません。スタッフ総出で船内を捜索しても見つからず、沈没事故の海上保安庁へ報告、家族に連絡され失踪が発覚しました。では直樹さんについてご紹介しておきます。彼は1977年11月9日東京に生まれ、両親と兄を合わせた4人家族、子供の頃から明るく陽気な性格で友人も多く、高校生の頃からビル清掃のアルバイトに従事し、東南アジアを一人旅するアクティブさを持っていました。そして発展途上国を旅するうちに、子供たちのために学習塾を開きたいと願うようになったのです。高校を卒業した後の進路は明らかではありません。ですが清掃会社のアルバイトは続けていたようで、正社員にならないかという誘いも受けていますが、失踪数日前に嘘をついて退職。そのことは誰にも話しておらず、後から調べて分かりました。さらに手がかりを探していたところ、衝撃の事実が判明。それは彼の部屋にある本棚と壁の間に北朝鮮に関する本が落ちていたことです。しかもフェリー乗り場へ行く前に新大久保で朝鮮総連に関係する友人と会っており、このことが後に北朝鮮へ拉致されたのではないかという疑惑に膨れ上がりました。そのため特定失踪者調査会にも登録されており、情報提供が募られています。彼はどのようにして姿を消したのでしょうか。ここでは3つの可能性から検証していきます。1つ目は自ら海へ身を投げた、つまり自分から命を絶つ選択です。確かに分類上はフリーターで失踪前にアルバイトを退職、自分はこのままで良いのか、これからどうすべきか人知れず、将来を悩んでいたかもしれません。しかしフェリー乗船前にアルバイト先だった会社の友人へ、帰ったら一緒に飲もうと約束を交わしており、海を眺め感傷に浸ったとしても飛び込むような性格ではないのです。2つ目は転落事故。オーシャントウ級フェリーの甲板デッキに設けられた柵は150センチ以上あります。そのため柵を乗り越えて海へ転落することはほぼ不可能ではと言われていますが、柵が高いのは2015年あたりから運航している新造船で、直樹さんの事件は2002年発生なので詳細は確認できませんが、乗船当時の柵はもっと低かったかもしれません。新造船の柵が高いのは彼の事件が転落事故だったからではないでしょうか。2002年に運航していたフェリーは4隻、設備が充実したオーシャンイースト、オーシャンウエスト、設備が少なく合理化されたオーシャンソース、オーシャンノース、メンテナンスやスケジュールの都合もありますが、フェリーに乗ったとされる2002年3月3日は日曜日なので、設備が充実したオーシャンイーストもしくはオーシャンウエストのどちらかに乗船したと推測されます。いずれも定員は401名、全長166メートル幅25メートルの大型長距離フェリーで、2016年に引退するまで東京から徳島を経由して福岡の新戊寺港まで就航しました。2002年当時の柵の高さが一般的なものであれば、甲板デッキへ出た乗客が眺めを楽しめるよう100センチ前後と想定できる。直樹さんは身長178センチなので誤って海へ転落したという説も捨てきれないのではないでしょうか。例えば海を覗き込んでいて落ちた、あるいは誰かに突き落とされたとも考えられます。ただし甲板デッキはスタッフが巡回しており、乗客同士のトラブルなど何らかの異変があれば気づけます。他の乗客がいない、スタッフが巡回しないタイミングで転落したと判断できないわけではありませんが、甲板デッキへ出るところを誰にも目撃されておらず、転落事故という断定は難しいかもしれません。彼は財布は2階の貴重品入れに保管していました。そこから推理できるとすれば、予約した船室は2等寝台、個室であればわざわざ貴重品を預けるのは手間なので自分で管理するでしょう。2等であれば部屋によって窓が設けられていない場所もあり、海を眺めたくて甲板デッキに出ることも珍しくありませんが、昼間は多くの人が過ごしており、誰も見かけていないのであれば夜間に出たことになりますが、
海を眺めるなら何も見えない夜の外出と矛盾します。3つ目は北朝鮮による拉致。予約は自宅の固定電話や彼の携帯電話からではありませんでした。すなわち公衆電話や別の場所からの電話。そのため直樹さん自身が行ったものかどうか確認できていません。フェリー会社のスタッフによれば、経由地の徳島港で降りた形跡は見られず、毎日新聞支局の話では船内で彼を覚えていた人が存在しないにもかかわらず、ベッドには読みかけの本が残されていたという証言を得ています。 DNA 鑑定したわけではないため確定的なことは言えませんが、フェリーに乗船したのは直樹さん以外の第三者だった。彼を騙して手続きを行わせ旅に出たように装った。本当はその裏で北朝鮮へ拉致されたのではないでしょうか。そうなると最初からフェリーに乗っていなかった可能性もあります。身代わりで乗ったのが工作員だとすれば、どれだけ顔写真を確認して調べたとしても発見されるわけがありません。もしくは直樹さんは間違いなくフェリーに乗った、そして船内で工作員に拉致されたのではないでしょうか。新の事故を到着後のタクシー利用を申し込まなかったのは、港から徒歩で移動するつもりだったとも受け取れますが、他の乗客の車に乗せてもらって船を降りたとも考えられる。フェリーへ車両を乗せる際は丁寧に確認しますが、降りる時は運転手を含め同乗者の顔や人数をチェックするわけではありません。そのため工作員の車で降りていたとしても不思議はないでしょう。もちろん無理やり連れ去られたのではなく、騙して拉致された。財布の中に残っていたメモは工作員から渡されたもの。3月4日徳島港へ到着したと思われる時間に恋人がメールを送っています。いつもならすぐ返信されますが、この日に限って返事がない。電波状況の問題で受信できなかったとも言えますが、この時点ですでに工作員と接触していたかもしれません。ジャーナリストによれば、徳島港では以前乗客が降りる際に乗船券の回収を怠ったことがありました。このことから日本人を装った工作員が徳島港から乗船しても不信感を抱かず、乗客としてフェリーに乗せたとすれば、直樹さんへ働きかけることもできたと感じられます。彼はこれまで何度も一人旅に出かけていますが、音信不通になった過去はありません。朝鮮総連に関係する友人がいれば、そこから個人情報は工作員へ伝わります。昔から発展途上国の子供たちに学習塾を開きたいと思っていた。けれど自分にはその人脈やお金がない。それを知っていた友人は北朝鮮で学習塾を開かないかと持ちかけたのではないでしょうか。自分探しをしていた直樹さんが、アルバイトを辞めたのも新しい目標ができたから。自分は子供たちのために役立てる。日本ではフリーターだけど北朝鮮へ行けば誰かを救えるかもしれないと思って、拉致だと思わず話に乗ったとも推測できます。なぜなら日朝首脳会談が開催されたのは2002年9月17日、報道の中心は前年に発生したアメリカ同胞だったこともあり、これまで多くの日本人は拉致問題に関心を示していませんでした。直樹さんも同様に1990年代に家族会が結成されたことも知らなかった。だからこそ工作員の言葉に騙され拉致されたのかもしれません。仮に拉致が事実だとすれば、新の事故から福岡市方面ではなく、船の出入りが少ない山口県側へ移動し、そこから北朝鮮へ向かった、あるいは長崎県の対馬を経由して渡ったとも考察できます。最後に一つ、事故または北朝鮮の拉致が濃厚ですが、皆さんはどちらだと思われますか。今からではどうにもできませんが、乗船券や部屋の指紋を鑑定すれば乗船した人物を特定できます。車に隠れて乗ることも不可能ではありませんが、長距離フェリーではスタッフが船室へ入る乗客の乗船券を確認、問題ないと判断された人だけが案内されるため、隠れて忍び込むことはできません。そのため当時指紋を調べていれば、直樹さんが乗ったかどうか確実に分かります。なお彼には北九州市に身内や友人は存在しません。要は東京から新門司港を目指す理由もないのです。あえて言うなら一人旅。フェリーに乗った工作員に車両デッキへ呼び出され、車のトランクに押し込まれ、そのまま拉致されたという見解もあり、拉致説を否定する根拠はないのです。柵の高さを確認すれば転落事故か否か判断できますが、
その場合も実験してみなければ断定できないでしょう。ですが乾パンデッキは夜間鍵をかけられる場合も多く、外へ出られない。当時東京から新門司港への航路がどのような対応だったか定かではありませんが、人目の多い昼間しか出られないのであれば、なおさら転落事故の可能性は低くなります。警察の捜査情報が噂レベルでも聞こえないのは、北朝鮮による拉致だった証明かもしれません。この事件は謎が多くはっきりしませんが、真実が解明されることを願うばかりです。宮本直樹さんが発見されることを心からお祈りいたします。1998年、岐阜県で卒論指導スタッフと別れた大学院生が失踪するという事件が発生しました。阿佐ヶ谷や泊まり込みは珍しくありませんが、当日帰宅せず連絡もつかない。2日後、150km 以上離れた福井県の海岸で車が発見され、車内に残されたノートパソコンからは自ら命を絶ったと匂わせるメッセージも見つかります。しかしそれを確認した父親は息子の文章ではないと主張。偽装された遺書は何を意味しているのか、警察はなぜ彼を発見できなかったのか。今回は北朝鮮の拉致も疑われる林正俊さん失踪事件を追いかけます。まずは事件概要からご説明します。1998年5月12日午後10時30分頃、岐阜県岐阜市にある岐阜大学の大学院生林正俊さん、当時23歳が行方不明になりました。当日は就職の面接練習をし、卒論指導スタッフと別れた後姿を消します。正俊さんは土木専攻で研究室へ泊まり込むことも多く、その日は岐阜県不破郡垂井町の自宅に帰宅していません。しかし父親はまた勉強してるんやろと考え、さほど気に留めていませんでした。ところが2日後の5月14日、福井県入郡越前町五木にある鹿浦駐在所から、越前海岸で乗っていた車が発見されたと自宅へ電話があったのです。そして財布や免許証と同時に車内に残されたノートパソコンから、もう疲れちゃったよ、少し道を外してしまった気がする、今まで散々わがまま言ってごめんね、このパソコンは〇〇さんにあげます、本当にすんません、と遺書のようなメッセージが発見され、座席のリクライニングシートは倒れ、明らかに不自然な様子が感じられるも本人は見当たらず、警察官からも自ら命を絶った確証はないと判断されます。その後1ヶ月から2ヶ月ほど無言電話が続き、女性の声で正俊さんいませんかと問い合わせの連絡も受けますが、真相究明には至らず解決していません。では判明した事実を6つお伝えします。1つ目、ノートパソコンのメッセージは5月13日午前2時4分に保存されています。父親が偽装を疑うように友人や弁護士も同様、忙しかったのは確かだけど、彼は命を絶たなければならないほど追い詰められていなかったと。2つ目、メッセージに登場した〇〇さんとは義理の兄のこと、しかし義理の兄は姉と結婚して正俊さんと親しかったわけではない。さらに当時は中国に住んでおり交流はありません。3つ目、彼に釣りの趣味はありません。ましてや失踪翌日の5月13日、指導スタッフと会うことも予定され、越前海岸へ足を運ぶ理由が見当たらないのです。4つ目、彼が失踪した2から3ヶ月後の夏、岐阜大学医学部に勤務していた男性医師から理解不能な電話があったという情報も寄せられています。男性医師は午後9時にそれを内線電話で聞くも、施設には自分しかおらず全く内容を理解できなかったと証言しました。現在岐阜市柳戸に移転している医学部は、当時岐阜市塚佐町地区に存在し、伊吹町側にある駐車場出口からは長良橋通りへつながる。長良橋通りには朝鮮総連の岐阜県本部があります。男性医師は不可解な電話を受けた後車で大学を出発、ちょうど長良橋に近づいた時、後続車からパッシングされました。カーブを曲がっても同じような距離で尾行される。国道256号の旧道高富街道へ入るも、それは終わらない。そこでハンドルを左に切り、二股の分岐点を左へ入ります。それでもなお自分を尾行する車に恐れを感じ、今度は農道へ入って後続車を引き離しました。加えて両側に住宅が立ち並ぶ位置でライトを消して停車。後続車は男性医師の車を探したようですが、
暗闇の中で見つけられずそのまま退散します。医局にはいたずら電話もかけられますが、男性医師のもとには関係者からの連絡しかありません。そのため受けた電話は尾行してきた車と関係しているでしょう。5つ目、2001年12月22日、奄美大島沖の東シナ海で海上保安庁の巡視船が不審船から携行式ロケット砲で攻撃されました。巡視船側も正当防衛として応戦。その結果、激しい銃撃戦が繰り広げられ午後10時13分、不審船は自爆して沈没。その後の捜査で海底から引き上げた船が北朝鮮の工作船と判明し、押収された携帯電話の通話履歴には岐阜県内の暴力団関係者の名前も。実は3年前の1998年南西諸島沖で暴力団に物を売り渡していた船だったと分かり、受け取った人物は高知県高岡郡久保川町、現在の四万十町にある海岸から陸揚げした末端価格180億円相当の密輸事件として逮捕されています。携帯電話は韓国籍の利用者を偽装してレンタルされており、当時の科学技術には限界があったと考えられますが、この携帯電話から男性医師へ電話がかけられたのではないでしょうか。おそらく犯人は番号をかけ間違えた。かけ間違いに気づいて焦った相手は男性医師を手にかけようと追い回していたのかもしれません。つまり岐阜県内には在日朝鮮人が多く身を隠しており、正俊さんを調べ工作員へ情報提供することもあったのでしょう。6つ目、岐阜大学には1990年代中盤まで不審者の情報が挙げられていました。深夜まで大学に残っていた女子大生がキャンパス内で複数の男に連れ去られそうになった。自転車に乗っている途中で車に追いかけられた。どちらも逃げ切ったことであまり表沙汰になっておらず、世間には知られてないかもしれません。ですが連れ去り未遂が起こったことは紛れもない事実。大きく公表されないだけで北朝鮮の関与を否定する材料はないのです。次に正俊さんが失踪するまでの足取りを追います。1998年4月28日、彼は大学近くのガソリンスタンドで給油。この時タンクを満タンにしています。翌29日午前9時30分に自宅を外出、午後8時頃に帰宅。どこへ行ったか明らかではありませんが、石川県金沢市にある有料道路の通行券がありました。滋賀県長浜市木本町にある木本インターチェンジ近くのガソリンスタンドで40から45リットル給油したことも確認できています。4月30日から5月11日までの履歴は不明ですが、失踪当日の5月12日午前9時、いつも通り大学へ向かった。そして事件に巻き込まれたのです。金沢の有料道路とは、現在無料開放されている県道47号七尾の戸宇島公園線、国道470号能越自動車道、県道22号金沢小松線や県道60号金沢辰浜線あたりだと想定されますが、詳しい情報はなくどこを走ったのかはっきりしていません。ただ4月28日に満タンにしたガソリンを再度に19日に追加したのは、高速道路のサービスエリアより一般道の方がガソリン価格も安いため、石川県まで行き、北陸自動車道の木の本インターチェンジで降りて近くのガソリンスタンドで給油したのはほぼ確実でしょう。岐阜から石川までは片道約 190km、 高速道路を使っても3時間以上かかります。何をしに行ったか分かっていませんが、一人ではなく誰かと一緒のドライブだったかもしれません。車は5月13日早朝から越前町梅浦にある海岸、 Google ストリートビューで確認すると分かりますが、国道305号を北上し、トンネルを抜けたすぐ左側の空き地へ止められていました。そこには釣り場へ降りる石段もあり、道を塞ぐ形でドアロックして放置されていたのです。確かに釣り好きの人なら訪れるかもしれませんが、周囲に飲食店もなく、用事がなければ車を止めるような場所ではありません。彼は大手ゼネコンの就職に内定し、命を絶つそぶりも見られなかったこと、これまで残された手がかりを振り返っても、北朝鮮による拉致以外に当てはまる犯罪は存在しないのではないでしょうか。それを裏付ける情報として関係者が現場を訪れた時、東尋坊近くのレストランで、沖に船がいて陸との間で合図し、小さな船が行き来する、という話も聞いています。
情報発信ツールが発達していなかった当時、すでに不審船と思われる目撃情報も存在していたのです。次に正俊さんがどのようにして連れ去られたのか考察します。彼は4歳の時に母親が他界し、姉と共に父親に育てられました。おとなしく真面目で何でもコツコツ行う性格。工作員は研究一筋だった正俊さんを騙し連れ去ったのでしょう。何らかの方法で拘束した、あるいは呼び出されたのかもしれない。失踪後にかけられた女性からの電話は工作員で、拉致した相手が間違いなく正俊さんであることを確かめようとしたのではないでしょうか。親しい間柄やメディア関係者であれば失踪を知っていて当然、わざわざ正俊さんいませんかと尋ねる必要はありません。4月29日はこの電話をかけた女性に誘われ、石川県までドライブした。彼女は在日朝鮮人技術者の彼を連れ去る目的で近づき、実行部隊の工作員に情報を伝えたのでしょう。場所にもよりますが、越前海岸は国道305号へ上がるのに最適な岩場も多く、海と陸を隔てるガードレールは通常の高さ、打ち寄せる波を眺められる絶好のロケーションですが、高い堤防は設けられておらず、工作員からすれば上陸しやすかった。そのため正俊さんを拉致し、車を放置した場所から北朝鮮へ連れ去ったと思われます。しかも正俊さん失踪の10年前、1989年12月27日午前4時には福井県入郡越前町御坊ヶ平の国道305号線沿いで魚釣りに出かけた山下貢さん当時39歳の車も発見されており、事故や命を絶った痕跡はなく、拉致の可能性が濃厚と結論付けられています。2人の車が見つかった現場は距離にして約 17km、 車だと30分程度です。正俊さん失踪から2年後、1990年10月28日には福井県三方郡美浜町の松原海岸に工作員2人の遺体と木製の工作船が打ち上げられました。当時この付近に強風と波浪注意報が発生していたことから推測すると、密入国を試みた工作員が荒れた海で難破したと分析されます。すなわち福井県沿岸は工作員の上陸ポイントとなっており、多くの日本人が北朝鮮へ連れ去られたのです。拉致問題は解決しないのでしょうか。ここからは北朝鮮の体制について解説します。現在の最高指導者は金正恩。若くして国のトップに立った彼は権力誇示のため偵察衛星と称する弾道ミサイルを打ち上げています。しかし弾道ミサイルは1発およそ4億円、射程距離が長ければ10億円必要とも言われ、その資金はサイバー攻撃により調達されている。北朝鮮は IT に優れた工作員を世界各国へ出稼ぎに行かせ、現地のハッカー集団と連携システムに侵入して暗号資産を強奪し、架空口座や他人名義の口座へ移し、正当なお金として弾道ミサイルへ使っています。盗んだ暗号資産は1年で2500億円相当。彼は現在この犯罪へ執着しており、拉致問題には関心を持っていません。そのためどれだけ日本政府が呼びかけようとも耳に入らないし、心にも響かないでしょう。そもそも拉致自体は父である金正日の犯罪、自分が命じたわけではなく古い話を持ち出されても困る。連れてきた日本人がどのような生活を送っていたか興味はなく、今どこで何をしているか知らない。実行部隊の工作員が事実を報告していたとは限らないなど、様々な要因も重なり、今更過去を蒸し返そうとする日本政府を軽くあしらっているのではないでしょうか。いくら人道的に許されない行為と叫んでも金正恩の胸には届かない。政府もそれを分かっていながら弾道ミサイルも停止させられないあり方を見れば、いかに日本が見下されているかが証明されているのではないでしょうか。正俊さんが連れ去られて25年以上経ちました。当時の資料や証拠もほとんど現存していませんが、彼が無事であることを祈るばかりです。この事件は北朝鮮による拉致で間違いありませんが、国には相手の顔色をうかがうのではなく、突破口を探してほしいと願うばかりです。林正俊さんが発見されることを心からお祈りいたします。1989年、徳島県にある母親の親戚宅に帰省した男の子が行方不明になるという事件が発生しました。
子供と散歩に出かけ、父親が次男を妻へ引き渡して戻った間に長男が姿を消し、家族や親戚、地元消防団で捜索するも見つからず警察へ通報。これまで延べ1400人体制で探しましたが、有力な手がかりは得られず、不可解な電話や多数の目撃情報も寄せられましたが、発見には至っていません。男の子は事故に遭ったのか、それとも事件に巻き込まれたのか。今回は謎の多い松岡信也君行方不明事件の真相に迫ります。まずは時系列で事件概要をご説明します。1989年3月5日、茨城県牛久市にある松岡家に、母親である恵子さんの実母が亡くなったと連絡が入りました。翌6日、父親と母親、そして失踪者となる信也君、当時4歳と2歳の次男、6歳になる姉の5人は徳島県小松島市で営まれた葬儀へ参列。その後車で1時間ほど離れた徳島県美馬郡貞光町、現在の美馬郡剣町平井市にある母親の親戚宅へ移動して宿泊。翌7日午前8時ごろ、朝食前に父親が3人の子供と親戚宅の子供を連れ散歩に出かけます。恵子さんの実母は再婚、そのため親戚宅と発表された自宅が実家なのか、実母の姉妹や兄弟の家なのかは分かりません。10分ほどの散策を終え、父親は10メートルの石段を登った玄関先まで信也君がついてきたことを確認していますが、まだ散歩したそうな様子だったことから次男を妻に預け、長女と親戚宅の子供を朝食へ誘導し戻ったところ、信也君の姿が見当たりません。この間40秒くらい、家族、親戚、地元消防団で周辺を捜索しましたが見当たらず、午前10時に警察へ通報。徳島県貞光警察署に10人、機動隊員や消防団員、地域住民を合わせた総勢100人の体制で捜索。翌8日は200人、身代金目的の誘拐を考慮し、録音テープレコーダーも設置。その後も3ヶ月間探しましたが、手がかりは見つけられませんでした。3月16日、親戚宅に中原真理子の母親と名乗る女性から、奇妙な電話がかけられました。幼稚園の父兄ですが、見舞い金を幼稚園で集めます。もう帰ってくるんですか？と聞かれ、母親は、明日自宅に帰ります。と答えます。成蹊幼稚園には長女が通っていますが、茨城県へ帰宅後も次の連絡はなく、不審に思い幼稚園へ問い合わせたところ、見舞い金を集めた事実はなく、中原真理子という名前の園児も存在しません。さらに相手は徳島弁。親戚宅には警察が設置したテープレコーダーがあり、中原真理子の母親を名乗る女の声も録音されていますが、貸し出しを要請しても何も録音されていないと断られ、ようやく貸し出されたテープは女の声を完全に消去されたものでした。では寄せられた目撃証言をお伝えします。1989年5月、徳島県海部郡日和佐町、現在の海部郡南町にある弁天浜で、信也君とよく似た子供と30代くらいの男性が目撃されます。この事件を認知していた主婦は、子供の顔を確認しようとしたところ、男性は向きを変え白い乗用車で立ち去りました。なおこの情報は特定失踪者問題調査会に掲載されていますが、Google 検索で調べたところ弁天浜ではなく恵比寿浜と思われます。1990年4月、市内で信也君を見た。まず間違いない。という電話が松岡家に入り、父親はそれを徳島県警に伝えていますが、担当刑事は、父が亡くなりバタバタしていましたので。と言い訳し、証言の信憑性は高いものの警察の職務怠慢により進展していません。同年山形県米沢市のデパート前で目撃したという情報を得て、父親がデパート周辺でビラ配りをしたところ、この子なら上杉公園にある売店で見たという証言もありましたが、発見には至りませんでした。1991年、徳島県中郡中町にある四国霊場88箇所の21番目、大龍寺で白装束に身を包んだ、5歳から6歳の男の子を連れた親子連れが目撃され、母親が87番目と88番目の霊場付近で、親子を待つも3人には会えていません。1997年、帰宅途中の OL が横浜の地下鉄で信也君と似た男の子を目撃。
その子は手首を包帯で巻かれるも傷が見えており、心配になって声をかけると、おじさんにいじめられると話していたそうです。1998年、中国地方にあるレンタルビデオ店へ手首に傷のある深夜君とそっくりの男の子が来店。その子はタイタニックのポスターを購入し、店の出入り口付近で待っていた男に、これでいいの？と確認した後、レジでお金を払いました。気になった店員はすぐ店長へ報告し、表通りを見に行きましたが、すでに姿はありませんでした。新也くんは特定失踪者問題調査会に登録されていますが、4歳児は身の回りの世話が必要になる。拉致しても工作活動に役立つわけではないので、北朝鮮による拉致ではありません。無論親子を装いたいから子供を連れ去ったという仮説も否定できませんが、松岡家が徳島県を訪れたのは計画性のない出来事。加えて新也くんが一人になったのもただの偶然。段取りを重視する工作員には予想をつけられないでしょう。続いて地理的環境から検証します。親戚宅のある徳島県美馬郡貞光町は人口約6000人、隣接する半田町や一宇村とともに剣町へ新設合併されており、徳島県北西部に広がるのどかな地域です。親戚宅は標高200メートルの山間部。個人情報に抵触するため、これ以上は踏み込みませんが、外から見知らぬ不審者が来ればすぐに気づけるほどお互い顔見知り、隣の家と離れていますが、集落に暮らす住民の進学先や嫁ぎ先などの情報もほとんど共有されるような状態で、当時現場から100メートル離れた場所で農作業をしていた人物によれば、車は1台も見かけなかったと証言されています。静かな集落なので大きな音がすれば周辺に響き渡る。しかし不審な物音を聞いた住民もいない。周辺にブレーキ痕も見当たらないことから、交通事故にあったとは考えられません。だとすれば残るは遭難と誘拐。父親が目を離したのは40秒と言われていますが、現地で石段下から玄関まで往復した最短時間を発表しているため、次男を妻へ預けた際に会話していれば、もう少し時間は長かったのではないでしょうか。目を離したのは20秒だったという情報もありますが、はっきりしないのでここでは40秒で話を進めます。10段ある石段のうち最初の3段は段差が大きく、1つの高さは27センチ程度あると考えられます。残りの7段は高さ20センチ程度の石段が玄関先まで続きますが、石段が終わった後すぐ玄関へつながるわけではなく、玄関前には2メートル以上のアプローチスペースがあり、玄関先で次男を受け渡したわけではなく、玄関から奥に入ったところで預けているため、両親からは新也くんの様子が見えません。そうなんだとすれば、新也くんは父親が戻る間に全長10メートルの石段を下り道路へ出て、そこから山に向かったと想定されますが、警察や消防団を含め近隣住民の多くが捜索しています。捜索範囲半径2キロで発見に至らなかったということは、大人が考える以上のエリアまで歩き山の奥へ入ったと受け取るしかないでしょう。ただし小学生であれば500メートルを8分から10分程度で歩きますが、4歳児であればその 1.5 倍以上はかかる。仮に40秒という数字が事実だとしても、石段を降りて遠くへ行くにしては無理があります。次に親戚宅へかけられた不可解な電話を考察します。相手は徳島弁で中原真理子の母親と名乗る女。長女の通う幼稚園の名前とクラスを語ったとされますが、コールドリーディングを行った可能性はないでしょうか。コールドリーディングとは、相手の情報を事前に知らなくても会話から聞き出す誘導テクニックです。例えば、幼稚園の見舞い金の件ですが、と切り出し、それを聞いた母親が、整形幼稚園ですか、と問いかける。相手の女ははいと答え、それに対して母親が、月組ですか、と尋ね、再度その質問にもはいと返答すれば、整形幼稚園月組の保護者が完成します。もちろん最初に中原真理子の母親を名乗っており、名前を聞けばわかるだろうと思われがちですが、当時は今より子供の人数が多く、役員でもなければ同じクラスであっても子供の名前すべてを覚えるのは至難の業。つまり母親が名前を聞いて気づかなかったのも当然といえば当然です。そうなると疑問が一つ、整形幼稚園の保護者はなぜ親戚宅の電話番号を知っていたのか。
松岡家が徳島県へ帰省することはほとんど誰にも伝えておらず、連絡したとしても父親の会社や長女の幼稚園くらいです。幼稚園の緊急連絡先に親戚宅の電話番号は書きません。すなわち中原真理子の母親を名乗った女は幼稚園関係者ではなく、新也くんを連れ去った犯人だったのではないでしょうか。親戚宅へかけられた電話は松岡家がいつ茨城へ帰るか確認するためです。次に車は1台も見かけなかったという証言を分析します。農作業を行っていた人物は親戚宅から100メートルに位置していました。周辺は田畑に囲まれるも、離れた場所には民家が点在します。そのような場所に見知らぬ車が止めてあれば目につきますが、知っている車は不審車両ではありません。そのため1台も見かけなかったと発言したのは、不審車両を見なかっただけで全く通らなかったと断言したわけではない可能性も浮上します。ずっと手元を見ながら農作業に集中していれば車の通過に気づかないのではないでしょうか。周囲を見渡すのは休憩や作業を終えた後、時々見たとしても見慣れた車であれば怪しいとは思わない。地域住民の車を確認したとしても警察から疑われたら気の毒だからと話さなかった。中原真理子の母親を名乗った女は土地に馴染んだ人間だったかもしれません。最後に一つ事件の顛末を推測します。父親が次男を妻に預けている間、新也君は待ちきれなくて一人で石段を降りたのではないでしょうか。おそらく石段下の道路からは玄関先の新也君は確認できません。犯人が4歳児を連れてスムーズに石段を降りるには時間もかかり、その間に父親が戻ってきます。目を離した40秒が本当であれば、新也君にも石段を降りるくらいの時間はあるでしょう。しかし遠くまでは行けないので、車で通りかかった犯人によって連れ去られたのではないでしょうか。犯人は複数犯、1990年4月市内で新也君を見たという情報と、1991年の徳島県那珂郡那珂町にある大龍寺で目撃された情報は事実で、中原真理子の母親を名乗る女と共犯の男によって誘拐された。大龍寺で目撃された白装束の親子は新也君と二人の犯人だったかもしれません。子育て世代にも四国遍路が好きな人は存在します。ですがわざわざ子供の白装束まで用意して霊場巡りをする家族は多くありません。霊場巡りに興味を示す子供は少ないので、犯人が罪の償いとして言ったとも考えられます。動機は子供が欲しかったから。都会では影響も小さいですが、田舎であればあるほど結婚した夫婦に子供が授からないのは大問題。その家の血筋を絶やすことにつながり、義理両親や親戚から非難され、肩身の狭い思いをしながら暮らさなければなりません。全ての田舎がそうだとは言いませんが、古い考えを持つ人が多ければどうしてもその価値観へ偏ります。新也君がどれだけしっかりした子供でも、まだ4歳、毎日言いくるめられ嘘を真実と思い込まされていれば、自分が連れ去られたとは思いもしないでしょう。周囲には施設から引き取ったと説明すれば整合性が取れるし、別の場所へ転居して新しい人間関係も構築できる。誘拐した子供を戸籍に入れず無戸籍のまま育てれば明るみにはなりません。そんなことができるわけないと思うかもしれませんが、現在日本には無戸籍児が1万人存在します。これは法務省などの公的機関が算出したデータなので間違いありません。新也君も別の名前で呼ばれながら成長したのではないでしょうか。この事件は警察が綿密な捜査を行わなかったことで未解決のままですが、全ての全容が解明されることを願うばかりです。松岡新也君が発見されることを心からお祈りいたします。1965年、静岡県で小学2年生の男児が自宅を出たまま行方不明になるという事件が発生しました。2日後、自宅近所4カ所にかけられた不審な電話と本人と思われる連絡に捜査されるも、発見には至らず、いくつかの目撃情報が寄せられ、手がかりは残されましたが、確定的な情報は得られません。繰り返された電話は何を意味しているのか、男の子はどこへ消えたのか。今回は58年前の謎を掘り起こす鈴木敏之君行方不明事件を読み解きます。まずは事件概要からご説明します。1965年7月3日午後4時15分、
静岡県伊東市宇佐美に住む鈴木敏之君当時7歳が外へ遊びに行くと言い残し行方不明になりました。いつもの時間になっても帰宅しない息子を心配した家族が警察へ通報。地元消防団を含む捜索隊が結成され、自宅周辺や山林、川や用水路などを捜索するも発見には至らず、姿を消してから2日後の7月5日午後12時30分頃、自宅アパートから200メートル離れたホテルに不審な電話がかかってきます。留守を預かる女性が受話器を取ると、お宅の近所で子供がいなくなったそうですが本当ですか、という女の声で敏之君の失踪について確認してきました。この電話から30分後の午後1時、今度は親戚宅に、子供がいなくなったのは本当ですか、と女の声で電話があり、それに、はい、と返答すると、僕が誘拐した、今日3時頃までに熱海駅の一番ホームで、と話し始め、これに驚いた親戚が受話器を放り投げ捜索隊へ伝えに行き、再び戻って受話器を取ったところ、電話は切られていたのです。さらにほぼ同時刻、父親の勤め先である旅館に、敏之君のお父さんはいませんか、と女の声で電話があり、報告を受けた伊藤署は捜査本部を設置。最初に電話がかかってきたホテルと親戚宅に音声を録音するテープレコーダーを置きました。その後、母親を装った捜査員が熱海駅へ向かいましたが、犯人と思われる不審人物は現れません。7月6日、自宅近所の鮮魚店に電話があり、4歳になるその家の子供が受話器を取り、なに？トシちゃん、と聞き返しました。それに気づいた祖母がすぐ受話器を取って応答しましたが切られます。現在確認できるのはここまでですが、誘拐されたのが7歳の子供であることから、おそらく警察は周辺の聞き込みを続けたでしょう。残念ながら敏之君の発見には至っていませんが、当時可能だった捜査は手を尽くしたと思われます。では寄せられた情報を4つお伝えします。1つ目、行方不明になった当日、近所の川で茶飴の箱を使い、コハゼを取ろうとしている姿を目撃した。茶飴の箱とは茶飴と表示された焦げ茶の菓子箱で、当時小学生の間でそれを使って魚を取るのが流行っていました。コハゼとはハゼの子供でスズキの仲間です。2つ目、事件発生から3日目の7月6日午後8時から9時30分ごろ、自宅アパート近くの国道を黒塗りの大型乗用車が往復していた。この車の後部座席に女性が乗っており、窓から身を乗り出すようにアパートを眺める姿も目撃されています。しかも車のヘッドライトは消されたまま。3つ目、自宅から100メートル離れた位置にある旅館の一室が荒らされており、部屋の電気はつけっぱなしで、台所に調理した形跡、ベッドの毛布には子供向けおもちゃの十手が放置され、口紅の付着したバスタオルが残されていました。旅館側はこの部屋が使われたと気づいておらず、記録によれば使用されたのは1965年4月に1回のみです。4つ目、敏之君と同じ学校の子供が当日山へ虫取りに行く姿を目撃、この山は野犬が出没することで知られており、襲われた可能性を視野に入れ捜索されたと言われています。ほとんど情報がないため憶測も含まれますが、ここからは地理的環境を交え考察します。宇佐美地区を流れる川は日本宇佐美大山にある亀石峠付近から相模湾へ注ぐ総延長約 2.3km の烏川と宇佐美わらびが窪から相模湾へ注ぐ総延長約 2.1km の伊東中川です。どちらも2級河川で、静岡県交通基盤部河川砂防局のサイトで確認したところ、広範囲でハゼが見られるのは烏川、釣りを趣味にする人の話では伊東中川でもハゼは取れると。日本の川はそれぞれ国道135号線と交わっており、周辺には観光旅館が多く、敏之君が通っていた宇佐美小学校はほぼ中間地点にあるため、烏川および伊東中川いずれもハゼ取りに行った可能性はあります。ですが4件目にかけられた電話は自宅近所の鮮魚店、国道135号線近くにあるその鮮魚店は店構えが古く、当時から存在していたかもしれません。同じく1965年に創業していた旅館も調査しましたが、こちらは条件に合致する施設が見当たりませんでした。古い話なので、すでに廃業している、もしくはリフォームして設備を変えたなど、
確認できない状態と考えられますが、先ほどお伝えした鮮魚店の様子から自宅はこの近く、そのため利之君が小ハゼ取りに行ったとされる場所は烏川だったと想定できるのではないでしょうか。続いて犯人像について迫ります。犯人は黒塗り大型乗用車から自宅アパートを眺めていた女、ただしこの女は後部座席に座っていたので指示に従った共犯者が存在します。黒塗り大型乗用車というのはベンツや BMW、 センチュリーやクラウンなどの高級車がイメージされ、これらの車に乗ることができる人物は一部の富裕層。犯人は暴力団関係者ではないでしょうか。なぜならその理由はこの事件が身代金目的の誘拐ではないからです。時代背景によりますが、女児を連れ去る多くは猥褻目的、そのため目的が果たされた後遺体となって発見されるケースも見られます。その場合の犯人は幼い女の子に興味を持った大人の女性を愛せない男。しかし男児を連れ去る目的は金銭目当て、あるいは大切なものを奪われたことへの復讐である場合が含まれますが、利之君の自宅には身代金を要求する電話はかかっていません。それどころか旅館の一室で食事をさせた、騒がれないようおもちゃを与えたという情報も挙げられています。つまり身代金を求めていたわけではなく、利之君を憎しみの対象にしたわけでもない。そのため警察にとって犯行動機が全く理解できなかった。目撃情報を頼りに捜査しようとも、相手が暴力団関係者であれば簡単には手を出せない。だからこそ発見できないまま迷宮入りしたのかもしれません。静岡県伊東市は熱海市と並ぶ温泉地です。当時温泉街の一部にあったホテルや旅館、遊戯施設の土地は暴力団関係者がオーナーでした。例えば2018年6月16日収賄容疑で警視庁捜査2課に逮捕された第17代伊藤市長は裏社会とのつながりもささやかれ、彼は地元で有名な暴力団関係者へ賄賂を渡し、2019年3月18日懲役2年追徴金1300万円の実刑判決を下されています。この件を踏まえても当時から温泉街に暴力団が存在したことは間違いなく、観光地のおかげで活動資金を得ていたのも事実。そしてこういった反社会勢力は税金や保険料を支払わず多額のお金を稼いでおり、高級車を所有していたとしても不思議はありません。むしろ生まれながらの富裕層でなければ持つことが不可能だった時代、まともな商売以外で贅沢な暮らしをしていたのは暴力団関係者くらいでしょう。だとすれば犯行動機にはどのような気持ちが隠されていたのでしょうか。ここでは4回かけられた電話の意味を合わせて解説します。犯人はお金に困っていたわけではありません。寄せられた情報通りであれば、利之君は烏川へ小ハゼ取りに出かける途中、欲しいおもちゃを買ってあげる、一緒に遊ぼうと声をかけられ連れ去られた。旅館のベッドに十手が置かれていたのはその証拠。ところがこれほどうまく誘拐できると考えていなかった犯人は子供の扱いに困った。要は持て余してしまったのです。もともと子供好きではなく、実行したのは引っ込みがつかなくなったからでしょう。犯人は幹部の娘もしくは妻、何もできないと見下されたけど、それを見返してやりたい、大きな事件を起こせると教えてやりたいと拳を振り上げるまでは単なる勢い。誘拐は成功したけど後のことを考えておらず収拾がつかなくなり、今更引き返すわけにはいかないし警察に逮捕されたくないと考え、後始末を手下に任せて自分はそ知らぬ顔で暮らしていたと推察されます。ここでいう暴力団が行う後始末とは命を奪うこと。そのため利之君は手にかけられたと結論付けられるでしょう。自宅近所に電話したのは自分の成果を他人に知らせ心を満たしたかったから、ただし犯罪は明かせないので不審な内容になった。4回という回数は特に意味はなく、電話をかけた相手も厳選したわけではない。言い方は不適切ですが、犯人にとって軽いいたずらのような感覚だったのではないでしょうか。相手が慌てる様子を面白がる、世間を怖がらせたい、警察を出し抜きたいという気持ちで電話をかけた時点では利之君に危害を加えるつもりはなかったと思われます。7月6日鮮魚店に電話をかけたのは本人、または犯人が利之君を装った。
最初に受話器を取ったのが4歳の子供だったことで確かめようもありませんが、いずれにしても敏行くんはこの日以降手にかけられたことは間違いないでしょう。最後に一つ、目撃情報の信憑性と犯罪捜査についてお話しします。寄せられた情報のうち2件は誘拐事件に関するもの、残り2件は当日の行動についてです。川へ小ハゼ取りに行ったのか、山へ虫取りに行ったのか、これ以上の情報は存在しませんが、山での遭難であれば不審な電話がかかってくることはありません。そのため山へ向かったことが事実であるなら遭難ではなく途中で誘拐されたと考えられるのではないでしょうか。そうであるなら敏行くんの自宅は烏川付近ではなくもっと南側、宇佐美海水浴場付近だったかもしれません。子供たちは国道のバス停付近で敏行くんを目撃したと証言しています。けれど山の方角に歩く姿を見ただけで実際に声をかけたという情報は存在しません。目撃情報は時間の経過とともに薄れます。あれは敏行くんだったという主観的な思い込みで歪み、目標との距離や照明、周囲の環境やその時の心理状態によっても変化する。大人であればそれなりに存在する記憶も、目撃者が子供だった場合は見誤っていることも少なくありません。向かった先が川であったにせよ山であったにせよ、連れ去られたことに変わりなく、電話が自宅以外の近所にかけられたことで通常の誘拐捜査ができず対応に苦慮したのでしょう。電話の発信元を調べる逆探知は1963年に起きた吉野部ちゃん誘拐事件から採用されました。当時通信の守秘義務を主張した日本電信電話公社、現在の NTT と警視庁が衝突し、事件発生から約1ヶ月後に郵政大臣からの通達、半年後の閣議決定を経てようやく取り入れられたのです。事件当初、身元を隠したいと思った犯人が身代金目的ではなかったことも手伝い、敏行くんの自宅ではなく近所4カ所に電話をかけたのかもしれません。誘拐事件の場合、被害者宅に逆探知を仕掛けるのは当たり前、それ以外なら突き止められる恐れもありません。愉快犯のように捜査陣を翻弄し、敏行くんの命を奪った犯人はすでに寿命で亡くなっているかもしれませんが、もしまだ生きているなら自らの犯した罪を包み隠さず告白し、社会的制裁を受けるべきではないでしょうか。この事件はかなり古く、失われた手がかりも多いと思われますが、真実を追求できるよう捜査資料が残っていることを願うばかりです。鈴木敏行くんが発見されることを心からお祈りいたします。1986年、茨城県で三富数目娘に選ばれた女性が失踪するという事件が発生しました。退職予定の会社へ出社後、用事があると退社したまま姿を消します。数日後、参道で毛髪と血痕が付着した毛布が発見され、当時関与を疑われた上司は事情聴取を受けるも証拠不十分で釈放。彼は別件逮捕され、彼女の行方につながる有力な目撃情報も上がっておらず、手がかりは得られていません。女性が会っていた人物は何者なのか、事件の顛末に潜む隠された真実とは、今回は未だ未解決の三富数目娘失踪事件の真相に迫ります。まずは事件概要をご説明します。1986年12月26日、茨城県水戸市笠原町に住む大畑美智子さん、当時に11歳が会社を出たまま行方不明になりました。失踪約1ヶ月前、勤務していたデザイン会社に退職届を提出しており、当日は同僚への挨拶と約15万円の給料を受け取りに訪れていたのです。美智子さんは定時より2時間以上早い午後3時頃、用事があるからと告げ、退社しそのまま足取りが途絶えました。帰宅しない娘を心配した家族が警察へ通報。水戸警察署は家出や事故、事件を含め捜査しましたが、自宅に身の回りのものが残された状態で、家族の話では失踪しなければならない理由も見当たりません。戸籍や住民票の移動、預貯金の切り崩しもなく、親戚や友人宅に立ち寄った話さえ上がっていなかったのです。さらに目撃情報は寄せられず、手がかりもないまま時間が過ぎた4日後の12月30日、会社から約20キロメートル離れた
水戸市又沼町県道52号線沿いにある民家先で、彼女の毛髪と血痕が付着した毛布が発見されました。この場所は茨城県水戸市、笠間市、城里町にまたがる標高201メートルの浅坊山へ向かう道。何らかの事情を知っていると思われた上司を、当時36歳は疑われましたが、証拠不十分で容疑者から外れ、事件から13年後の2000年10月、通貨偽造罪で逮捕。1万円札を偽造し、それが発覚したことから懲役3年の実刑を受けたと言われています。そのため2013年10月以降に出所したと思われますが、初犯でなければ無期懲役も考えられるため、はっきりした動向はつかめていません。ここで美智子さんについて少しご紹介します。彼女は失踪25日前の1986年12月1日水戸市桜川2丁目にある茨城県産業会館で開催された水戸ミス梅娘に選ばれました。このコンテストは1963年から始まった歴史ある観光促進事業で、当時応募者179名の中から10名を選出。1987年2月20日から水戸市内にある偕楽園でコンパニオンとして活動予定だったのです。美智子さんは身長157センチメートル、体重40キログラム、肩下がり、約20センチメートルのロングヘアでスレンダーな美人。そのせいで上司からしつこく迫られています。ストーカーまで発展したとは確認できませんが、自家用車のタイヤをパンクさせられる被害に遭っており、警察に被害届を提出していた事実を踏まえると、嫌がらせは王の仕業だったと想定できるのではないでしょうか。だとすれば失踪に関与していたのではないかという疑惑も浮上しますが、彼のアリバイは証明されています。退社した後、翌27日に友人と会う約束をしており、自ら姿を消すことはありえない。捜査線上に浮かぶ恋人も存在しない。警察は容疑者を見立てられないまま、美智子さん発見には至りませんでした。王が起こした通貨偽造罪についてもお伝えします。彼は既婚者で、デザイン会社の経営には妻も加わっていました。1万円札を偽造した際も会社経営に行き詰まり、スキャナーを利用してコピーし、事務所からは26枚の偽造紙幣が発見されています。2008年頃から茨城県や栃木県の個人商店で偽造紙幣を使っていましたが、茨城県東茨城郡実り町、現在の小美玉市にある雑貨店で1500円の茶葉を買った際、69歳の女性に本物と偽って偽造紙幣を渡し、警察が王をマークしていたことで店から出て、職務質問され犯行を認めて逮捕されました。では地理的環境から検証します。当時水戸市の繁華街は駅の北側でした。現在市役所と県庁は南側にありますが、その時代市役所は南側にあるものの県庁は北側で、駅の南口周辺は貨物列車の停車場が広がる寂しいエリアだったのです。飲食店は点在していましたが、町のにぎわいは皆無。会社は水戸市桜川2丁目に存在し、美智子さんの自宅からはおよそ 6km、 そのためバスではなく自家用車で通勤していました。そうであるなら退社した後車で移動したと考えられますが、当日車はいつも使う民間駐車場に停められたまま、会社から民間駐車場までの距離は不明で、退社した後何者かに連れ去られた可能性も考えられます。その容疑者は王、美智子さんにしてみれば苦手な上司であったとしても、自宅まで送ってあげると言われ断りきれなかった、もしくは脅されて仕方なく車に乗ったのではないでしょうか。そして自宅とは反対の方向へ連れて行かれた、あるいは駐車場付近で命を奪われ遺体となって運ばれたのかもしれない。会社のある南側から JR 常磐線の高架下をくぐり、浅坊山付近まで車を使えば約30分。王が社長だったことを前提にすれば勤務時間はどうにでも操作できる。抜け出しても社員から追及されることはなく、証明されたアリバイが真実かどうか確かめようもありません。そこに加え伝わってきた噂によれば、王と彼女は不倫関係、それを妻に追及されそうになり、男女間のトラブルで手にかけたのではないかと。この仮説が正しければ、美智子さんが王の車に乗ったとしても不思議はなく、ドライブへ行こうと誘い出され、別れ話の末に揉めたとも考えられる。周辺に争った形跡がなかったことから、暴力を受け押し込められたのではなく、
自ら車に乗った。駐車場に残された自家用車もその証拠と呼べるのではないでしょうか。続いて遺留品から考察します。見つかったのは20センチメートルの毛髪と血痕が付着した毛布。 Google 航空写真で確認すると分かりますが、水戸市又熊町県道52号線沿いは飛び地、県道52号線が通るエリアはあぼって町とも混在し、当時の情報は誤っていたかもしれません。遺留品は民家先で発見されているものの、現在の環境とは異なっており、現状から言えるとしたら民家先というよりは庭先、または道路沿いの歩道と推測されます。毛布に毛髪と血痕が付着していたのは、それで彼女を包んだから、包まなければならなかったのは亡くなった美智子さんを運ぶため。仮に遺体を遺棄したとすれば、県道52号線沿いから藤井川ダムへ向けて車を走らせたのではないでしょうか。ダムの近くに健康増進施設ホロルの湯が設けられていますが、この施設の開業は2002年、つまり事件発生時は存在していなかった。今でこそ日帰り入浴施設として発展していますが、当時この周辺は総合野外活動センターしか整備されておらず、限りなく人目につかない。加えてすぐ近くに山があり、車を駐車させる路肩も多い。犯人からすればこれほど都合の良い場所はないでしょう。当時の新聞で発見されたのは毛皮と掲載されていますが、他の媒体では毛布となっているため、おそらく新聞の方が間違いだったと受け取れます。失踪時彼女はピンク色のブレザージャケットと白色のスカートを身につけていました。季節柄毛皮を着ていないとは言い切れませんが、遺棄したのであれば毛皮も一緒に始末するはず。わざわざ脱がせて放り出す行為は合理性に欠けるため、落ちていたのは毛布で間違いないでしょう。そうなるとなぜ毛布を放り投げたのかということに行き着きますが、その毛布は犯人の持ち物、遺体を巻くときに使ったのだとすれば、持ち帰って使うことには抵抗がある。思い出したくないから自分の手元には置きたくない。だからこそ途中で捨てたのかもしれません。布からでも指紋を採取することはできますが、それは最新の科学捜査、ましてや毛布のように毛足が長ければ当時の技術では難しく、捨てても大丈夫と知っていたから手放したのです。次に犯人像を想定します。最も有力なのは上司の王ですが、完全なアリバイがあると仮定すれば、他に美智子さんの予定を知りうる人物、ここからは憶測の息を出ませんが、三富数目娘に選ばれたことがきっかけで、メディア取材という口実で彼女に近づき約束を取り付けた。当日はその延長で車に乗せたのではないでしょうか。三富数目娘は茨城県警の一日通信所長を務め、観光大使として PR 業務を担うアイドルのような存在で、多くの市民に顔と名前が知られていました。観光協会では辞退者も想定し候補者を選んでおり、彼女の失踪後には新しく A さん、当時19歳を選出。事前研修を済ませ事件が発生した翌1987年1月9日、メディアへ発表しています。2月20日から行われる梅祭りに間に合わせるためだとしても、新しい候補者に事前研修を済ませられるでしょうか。それも年末年始を挟んだ形。毛髪と血痕が発見されたのは12月30日です。観光協会は一般社団法人でシフトを組んでいたとしても、年末年始は多くの職員が休暇に入る。研修は正月に行われないため、1月4日から8日の間で行った。あるいは事件発生を受け12月27日や28日に参加してもらったという、かなり迅速な対応を取ったことになります。事前に補欠候補者を選んでいたとしても、これほど早く対応できるでしょうか。家出と判断していた。彼女が現れるまで待てないという気持ちになったのかもしれない。ですが関係者の誰かが命を奪い、美智子さんはもう存在しないと知っていたからこそ、補欠候補者への連絡も早かった。手際よく研修を済ませ、マスコミ対応をしたという説も成り立ちます。研修内容は着物の着方や接客マナー、美容や観光施設勉強会など多岐にわたる。例えば2023年であれば5日間の日程が組まれており、覚えなければならないことも多く、当時同じような内容だったとすれば、補欠候補者はかなり急いで知識を詰め込まなければなりません。そもそも年末年始は家族で外出する家庭も多く、今のようにスマホを持っておらず、本人への連絡がスムーズに進まないかもしれない。
それにもかかわらず研修を済ませ堂々とメディア対応できたのは、関係者が関与していたからと考えられないでしょうか。もちろん単なる憶測で根拠はありません。事件発生後すぐ補欠候補者に連絡し、万が一の可能性を伝えていれば年明けの研修も不可能ではない。しかし再びマナー講師の手配もしなければならないことを踏まえると、年内に連絡を取っていたと考えるのが自然で、慌ただしくも新しい梅娘を発表できたのは、担当者が急いで候補者に連絡を取らなければと上層部に話したからで、それをしたのは彼女が亡くなっていると分かっていたからかもしれません。最後に一つ確定的な事実もお話しします。茨城県警のホームページでは、美智子さん失踪についての情報提供を呼びかける掲載が存在しません。それは家族が失踪届を提出し、裁判所で失踪宣言が認められた、あるいは本人が帰宅したこのどちらかを意味します。先ほど新聞に掲載された毛皮は毛布と書き間違えたのだろうと指摘しましたが、毛皮が事実だったとすれば、付着させた毛髪や血痕は単なる偽装、梅娘の活動に反対されたことで家出したという見解へたどり着く。家出を中断して帰宅したのであれば、情報提供を呼びかける必要はないので解決したと結論付けられます。しかしそうであれば梅娘として名前も顔も広まっているため、目撃者が現れるでしょう。全く証言が集まっていない現実を振り返ると、家出ではなく失踪宣言の方が理にかなっている。失踪宣言が確実であれば、警察も情報を出さなくてよいので、今後新しい情報が出てくるとすれば、取材したジャーナリスト、失踪に関与した犯人かもしれません。この事件は35年以上経過しても未解決ですが、全てを解明する手がかりが得られることを願うばかりです。大畑美智子さんが発見されることを心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？